はい、半前は先生です。自動売買ですね。この2つ、ユーロ AUD と GBP AUD は自動売買でやってます。それでこの3つ、右側の3つはバイナリーオプションの、練習中ですね、投資もね。3ヶ月間で利益が40ドル、40.1ドルですね。それで最大ドローダウンが18.8ドルって出てます。ね、半分ですね、利益の半分ぐらいドローダウンは出てますよということですね、3ヶ月間で。こちらの方は利益は18.9ドルで、ドローダウンが6.2ドルですね。これは3分の1ということで、いいんじゃないか。投資数は11回。上が46回ですね。ということで、2つでやってますね。これは今、分析中ですね。これはのにまだ時間かかるってことですね。こうですね。以上ですね。